よし、イヤホン置いてこい。熱い！ いや、熱い！熱い！やばいよ。これ、やばい。これ、殺意あるぞ。早く行けよ、おい。ヤホン、頑張れ。押すな、バカ。え、これ仲良くやる要素なくね？これ仲良くやっても死ぬべ。口臭そう。はい、どうもスバルです。ラストをやっていこうと思います。今回は、このラストのフラットな、何もないサーバーで、このようにトラップアスレチックを作って、みんなでクリアして遊ぼうというそういう企画やっていこうと思います。まあちょっとラストでは初の試みじゃないんでしょうか。まあ日本のやつでは。例えばこれだと進んでって、こうちゃんとジャンプして越えないと、下でこうやって、こうやってみて。ほら、これビリビリしちゃうの、ビリビリでこれ死んじゃうの。こういうアスレチックをみんなそれぞれ作ってて、一つの長いアスレチックを作って、ラストの可能性を広げていこうかなと思います。まあトラップなくてもいいよ。まあシンプルなアスレでもいい。下に例えば針を置いてもいい。木のスパイクとかさ置いてさ、下落ちたらザクザクしちゃうようにしちゃっても全然 OK だから。例えばここポンと置くと、これ下に行くとこでザクザクザクってするから。よし、じゃあ作ってくれ。ちょっと俺も作ろう。え、待って、なんかちょっと厳しいのあるんだけど。え、なにこれ。え、黒トンさんさん、これ何、やばくない、これ。これクリアできんの。ビリ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 しだしたんだけど、大丈夫これ。ちょっと難易度高そう。いや、これちょっとやばいっすね。いや、これ誰もクリアできなくない。だってここ唯一さ飛べるところビリビリしてるよ、ずっと。1位になった人があと後続を邪魔できるみたいな。これソバルト君、うん、何いいでしょこれ。え、やば。で、これ最後の部屋なんだけど、うん、これドアが2個あるのは、うん、はい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 、最後にこれ、よし、やっとここまで来れたーって時。ああ、二択にすんのね。どっちかに弾を入れて。ああ、なるほどね。俺がどっちかに弾入れるってことか。なるほどね。これいいな。ああ、すごい、マリオのさ何面か知らんけど砂漠マップ感ない、この背景が。じゃあこれからみんなが作った、じゃあトラップアスレチック合作紹介していこうか。よし、じゃあ行こう。門を開けてくれ。はい、これが最初アリシンとタロジカのアスレチック。はいはい、なるほどね。この看板をジャンプで越えていくタイプね。ちょっと俺やるわ。よいしょ。これはね、実はそんなに難しくないんだよな。ちょ、今失敗したけど、編集で俺がね軽やかにクリアしてる感じでやってくんね。ああ、はい、次ここ、ここをまずジャンプしていくじゃん。これちょっとイージーだね。よいしょ。おい、はい、二択クイズ、どちらか選んでね。これなんて読むんだろう。もちろんこっちだよね。いや、俺の動画で義務教育を置いてるやつ俺やけど。いや、わからない。これ逆にだよ。逆にこの問題を、俺の名前あるやん。絶対こっちやん。これ作ったクイズを投稿した人間の義務教育度合いによる。本当はカラフトなんだけど、でもこいつにとってはコータかもしれないから、二択大変なんだよねこれ。辞書だったらこっちなんだけど、でもソバルト辞書だとこっちなんだよね。コータなんだよね、実は。だってじゃあそっち行くとソバルトに殺されるって。さっき台本で言ってただろ。大丈夫、こっち、大丈夫、こっち。いや、俺はカラフトかな。俺はこっちだと思うわ。お前らバカだから。よし、じゃあ行くぞ。 GO! 正解。あ、バカだね。あ、みんな、あの正しいルート来い。勉強になったね。ソバルトラストアスレチックレースだって。ライブできてんじゃん。あ、誰か引き語ってる。よし、じゃあ次行くか。このアスレチック優しいな。普通に公園とかにありそうな感じ。どっかの公園参考にしてきただろう。これさ、ドアショートカットできるべよ、これ。いくよ。よいしょ。ほら、すごくね。本当はこっちは熊で行けるんだけど、これいいね、このルート。これ人間の悪いとこ出るわ。乗りな。あ、こういう嫌がらせができる。オッケー、いいね。うわ、気持ち悪い。え、なにこれ。ちょっと上から見るわ。え、これさ、遺伝子。あ、でもこれ楽しいかも。これめっちゃスピーディー。え、楽しい、楽しい、楽しい。すごいすごいすごい。遺伝子ルート楽しい、これ。なるほどね、ここでジャンプか。オッケーオッケー、よしよし、オッケー。何、メザリアが作ったのか。いや、これ微妙に邪魔すんのうざ。普通にさ、これはピョンって。で、これ俺ドア開けんじゃん。よいしょ。あー、最悪。なるほどね、ここで嫌がらせできるのか。うざ、これ誰これ作ったの。仲良くしないとクリアできないよ、カニとベッドロック。なるほどね。よし、行ってこい。ちょっとどんな感じか俺後ろから見とくよ。なるほどね、銃があるのか今回。はい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 。反応してるやつとなんか反応してないやつおるぞ。あ、パケ死んだ。
なるほどね、これジャンプで越えたりしないといけない場所があるんだ。でこれが俺ピョーンってジャンプしてて、ここ銃があるからピョーンって越えて、オッケーオッケーオッケー。でさらにターレットあるからまたピョーンと越える。いったいった、痛い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 、よいしょ、危ない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 。え、これ仲良くやる要素なくね、これ仲良くやっても死ぬべ。怖い怖い怖い、やばい、みんな死んでってる、みんな死んでってる。おい生きてるか、おい大丈夫か。あーうわ、これ難しいぞ。これはドアが開くタイミングで渡っていく感じっしょ。あーはいはいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、もうポリゴンショックあるやんこれ。大丈夫これ、起こさないみんな、大丈夫これ。よし、イヤホン置いてこい。やばい、熱い、熱い、やばい、やばい、これやばい、これ殺意あるぞ。あーなるほどね、休憩をしようとすると死ぬんだこのマップ。よし、でこれで、あ、楽しいなアスレチック、予想以上に。なんか子供が楽しむようなコンテンツかと思ったけど、意外とおもろいな、やってみると。これイヤホンマップか、ここ。この看板の顔怖いんだけど。なんかすごい中央に寄ってるね顔。これ行くぞ次。俺これ次行くぞ。あ、とうとう来た俺の最高のマップ。みんな早くおいで、俺の自信作よこれ。このアスレチックの名前はファイアーストームです。誰も聞いてないのマジ。俺が作った自信作クリアできるかな、行ってこい。あ、いいねいいね、そう、あのクマを越えてけ、俺の屍を乗り越えるんだ、行け。あー難しいね。うわいや死んだやつ俺は。これ暑かったらこのプールで回復するんですよね。あ、そうだね確かに。あ、いいね、ライチョウうまい。そう、いやーちょっと難しいかな君たちには。よし、こういう時締め、お、うまい。さあここから、いやーここまで来たのに。でもちなみにギリギリいけるから、俺ちゃんとマリオメーカーと同じように自分でクリアしたから。オッケー、ナイスナイスナイス、いいね、かりんとうまい。で最後冷やしてこう。オッケー、そう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 、どけよおい、早く行けよおい。いやお頑張れ。おすなバカ、おいいね、これがソバルトファイヤーストーム攻略法。邪魔やってお前。ガチ切れおるんだけど。とクマの数ちょっと増やしてほしい、Kポスティ。これクソマップだったわ、これあの BF の浜だ、ゴミ代表や。これでポーンって越えてジャンプしてクマルート越えてて、あ、簡単になった簡単になった、いいね。じゃあ次行こうか。これいや、え、どうしたのカボート、え、なに、どういうこと。いやいやいや、おい、これライチョウの顔じゃん。誰これ、これライチョウだろ絶対描いたの、おい、ライチョウこれ、これ絶対ライチョウだろその顔。え、全然自信たくちゃうわこれ。リリーさん泣いてるよこれ。え、は、え、キモ、え、そ、これ、いや、これはこれでよくなくない、なんか、バルトのことそういう目で見てる、いや、俺のことそういう目で見てんの、いやきついわ。口臭そう、俺寝た後こんな感じで、俺朝起きたらもう口開けっぱいしてるから。あー、こういう目で見てるやつおるんか、泣いたわ。ちょっとライチョウの首に言わしてるほら。えって、ここにも絵描いてる。いやもうライチョウなんだよな絶対、あの映画の絵描いたの。あ、もう順番おい、横入るんやけど。よいしょ、オッケー。でこれで、うわー、ちょっと難しい、これちょっとむずいな。黒さんさん、かわいそすぎる今の。譲り合いってのが重要なんだ。よし、オッケー。うわ絶対殺すまんや。何、かりんとみんな仲良しジャンプロードだって。ここはちょっと難易度高いんだよな。あー誰これ。これちょっと難易度高いぞ。よいしょ、でこれで、よいしょよいしょ。え、こっからどうするんこれ。もう普通にジャン、あーあったあった、看板あるわ看板、あそこに行くよ。よいしょ、オッケー。これ初動だけ大変だわちょっと。よし、じゃあ最終関門行っちゃうよ。
あーおおい待って、おこれ俺のパクリだろ。パクリじゃないよ、パクリじゃないよ。オッケー、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、ゴーパケヤ。ちなみにさ、これあるじゃん、これボタン、そうこれやれるらしいよ、はい、このボタンで後方のやつにダメージ与えることができるらしい。ちょっと皆さん死んでください。クロタンさんさん、これ多分封じた方がいいかもしれない。これ性格悪いやつで一番最初につくとおしまいっすね。ここにつけたらそう優勝しちゃうから一人が。で最後ドア開けて、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 やばいやばい。でこれ最後登ってって、このどっちかの2択。そう、はい、これこれを、うん、どっちかに入れてください。あ、どっちも入れるわなし。見ないから。どっちも入れないわなし。どっちも入れるわもう、うん、勝者ゼロ。オッケー、じゃあどっちか入れるわ。よし、みんな出てけ。みんなじゃあスタート位置について。最後私仕掛けました、どちらかにショットガンを。どうなるかな。今回の出場者は、まあ、個性豊かな、まあ、みんなね別々のスキンにしてて、おー、ああ、うわぁ、あぁ楽にしてくれ。バイバイ。お前トップだぞ今、ヤッホー。